君はいつも鼻筋が通って鼻が高くて羨ましいな私は鼻ぺちゃだから部長こそ僕より目がぱっちりしてるから羨ましいなはははそうかいはぁはは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 はというわけで麺同じ顔の男たちという映画の話をしますこんにちはカグシラです本日はもう青汁飲んだので水を うんめっちゃ水。えー、後付けで録音失礼します今日の冒頭コメントまゆごん いいいいつも見てまますすすあ,ありがとうございます嬉しいです本当にありがとうす頑張って人間になれよ。アイクス・ガーランド監督脚本、えー、一応 R15 かレーティングついてるんですねイギリスの映画です。これでに僕この前ショート動画でですね紹介してるんですけど映画自体がもう公開されたのでこれは僕もちょっと詳しく話したいなっていうことでもう一本撮っております。 見たことない人はどうしようかななんか同じ顔系の絵があったらもしあったら教えてくださいドッペルゲンガーみたいな感じかな,なんか双子系とかでもいいですねはいそれかもう是非好きなことをねつらつらと書いてください「きっと33万人ありがとうございます」言ってるであろうことをあの願って お礼言っときまますすあありりががととううござい A24 さんですよミッドサマーのねあの制作会社ですけれどもまあ監督は違うんでね全然そのミッドサマーの A24 といえど全然作風は違うので <laughs> あれですがまあでも この映画もそれで言ったらね、あ、まあ、こんな人におすすめですパターンで今言ってますが、ミッドサマー好きな人は多分好きなんじゃないかなと。で、あの、ドーンって来るよりじっくり怖いみたいなのが好きな人。それから、はっきりわかりやすい答えを提示されるより、まあ、考察であったりだとか、まあ、自分の中でちょっとゆっくり咀嚼する映画が好きだよっていう人。え、それから、み、緑に癒されるなどしたい人ね。まあ、とんでもないシーンが一部あるので、えー、ぜひその辺ね、 あの苦手な人人は見てみてみください興味ある人もね、はい、導入部分の穴筋を言わせてもらうと夫の死を目の前で目撃しちゃった女性がいるんですハーパーっていうねでけえ窓があってですよそっから夫が落ちていく瞬間を目の前で見ちゃったわけうわー劣後万事バンジだからもう心に深い傷を抱えてとある町にね ちょっと療養というか行きます。イギリスの田舎町ですよ。カントリーハウスを,を取ってですよ、予約して。広い家ですよ、そこです。ちょっとしばらく滞在しようつって。まあ、管理人のおっちゃんがいるからですね、その人に案内されながらですね、ハーパーさん、ちょっとこっち来てください。<laughs> 見てください、広い庭でしょう。<laughs> 見てください、広いリビング、キッチンでしょう。<laughs> どうぞ癒されてください。<laughs> あのそこに庭にですね、木があって、リンゴの木ね。リンゴが鳴ってるもんで、ハーパーはそのリンゴを1個パリ もっャーって食うわけですよねああなかなかのジョナ・ゴールドなんて思いながらしたらですよその管理人の人がさ「それは禁断の果実です」なんちゃってとかいうのいやかましいよやかましいんだまあ何せよちょっとこしばらくここでここの田舎でゆっくり過ごすことにするわけですねまあとにかくじゃあちょっと散歩をしてみよういい田舎ですからねこう緑に囲まれてるわけですロードもさもう木々木々、はあ めっちゃオーガニックなんなら雨とか降っちゃってき,てきちゃってるんですけどザザザザってもうなんかそれすらも気持ちいいみたいな笑顔ですよハーパー。ーーね雨も滴っておられる言うて「ああ!」つって言ってたらですよトンネルを見つけるわけですよねトンネル「うわートンネルあんじゃんやる」なんて思ってシャーって言ってさそのトンネルでさ「はあ!」って声を出してみるそしたらほらトンネルの反響音でさ「あはあは!」 みたいな、反響してきて、それが楽しいもんだからさ、いろんな音程で、はぁ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 、みたいなことをやったら、その反響が、はぁ、はぁ、はぁ、はって、もう、いっぱい跳ね返ってくるから、やかましいってなってさ。 お前がやったんだよ、ね、まあ大丈夫そんなことはハーパーやらない楽しいあはははわ、あめっちゃ楽しいこのトンネルのなんか見た目すごい良くてですねロケ地どこなんだろうと思いながらそんなところでああああああなんつってバカみてえにわワいって遊んでるわけですハーパーそしたらそのトンネルの奥の方に人影が見えるんですね人影がこう立っててですね「んあ、大丈夫大丈夫あま前はおあれ?と」となんか立ってるわけ「ん?」 だろうとわっうわ,うわなんかきっしょいわーうわそれはないと思ってさちょ,ちょっと走られるのは勘弁なんて思って逃げるハーパーですよわーって逃げてさうわー怖かったさっきの人影何だったんだろうみたいなまあどっか現地人かな現地民かななんて思ってそしたらこう緑に覆われた廃墟に 到達すするわけですよねもう緑化しててですよその廃墟とかもさ緑に覆われていてですうわっんか歴史を感じるなーなんて思ってたらそこにね裸の男の人が突っ立ってんのうまい棒うまくない味も丸見えうわじゃんそしたらその人がまたスタスタスタってくるもん うわっ「いや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 バーザーズだ!」っつって帰って自分が泊まっているそのカントリーハウスに帰りつつて「フヒュー!」みたいな「怖っ何あいつ!」なんて思ってでその後仕事とかもするわけですよ軽くそこでそしたらさその仕事してるその窓が後ろにあるんですけどそこに立ってんのそのすっぱだの人うわっ そんんでであのの木とかいじくってるす「もしもし警察ですか?」なんて言ったらそのドアのさ郵便受けみたいなところから手がガって出て 警察早くコットソン村の,あの住所は早く来てみたいなもう徒歩1年ダッシュもう早くもう警察も来てもらってですよ「どうですか変な人は」つってあ「お前だな変な人おらっつってまあキキはこうやって去っていくんですがねやれやれって感じじゃないですかでそっからハーパーちょっと街にも出かけるんですけどそうやって街に行って出会う男の人たち全員同じ顔してるんですよ 少年も司祭の人みたいな人とかバーの人であったりとかが全員その管理人人のの男の人と全く同じ顔なんですハーパーは別にそんなあれ同じ顔じゃんみたいな反応しないんですけど僕らはあ同じ顔じゃんっていうふうになる立ち振る舞いはな何,何も変なことないんだけどとにかく同じ顔なんですでこの同じ顔の男の人たちの動きも言動もちょっとずつ不,安不穏なことになっていくのですが。 さあ果たしてという話ですもう不気味なのが本当にその同じ顔の人たちが全然普通の対応というかだから要は街に生きてる人の人たちの一人だから私あの司祭ですけどなんか悩みあったら聞きましょうかとかあと子供も同じ顔なんだけど子供の声してんのにだからおっさんの顔だからちょっと不気味なのそいつが「何見てんだよ」とか言ってて最初女性の面被って,て。 それを外して何見てんだよとか言ってくるの普通の話し方だから何なのか分かんなくなってくるっていうこの不気味さですよねだけどあくまで普通にしていたのがちょっとずつねおかしなことには当然なっていくんですけれどもあとですねさっきも言いましたけどその差し込まれる風景の映像が素晴らしく綺麗でですね池、花、あの苔むした木,木々とか廃墟とかももう緑に覆われている で夜たんぽぽの綿毛とかがなんかこう断るご,ごとに飛んでるんですけどこれがこうなんとなくちょっと静止に見えたりするんですよねで鹿の死体とかがこう横たわってて眼球が要はなくなってるわけそこにたんぽぽの綿毛がヒューって入っていってカメラもそれ鹿の眼球の中に入っていって。 ヒューってまたカメラが戻ってきたと思ったら鹿にいつの間にか宇治が湧いてるみたいなすごい印象的なですねカットがたくさんあってイエーイやっしゃー楽しいなんかこの映像構成がですね面白いっていう感じねちょっともうちょっとこう踏み込んだネタバレ入っちゃうので気をつけてくださいちなみにこの夫なんで死んだかっていうと自殺なんですけどその直前にハーパーと 夫、口喧嘩してるんですよね。まあなんか日常的にも、ハーパー離婚したがってて喧嘩耐えてないんだけど、夫がちょっと暴力夫ですげえし、ハーパーを束縛してくる締め付けてくるそう。だからハーパーはもう嫌だって別れましょうっつったら、夫はなんか、だったら俺は死んでやるぞみたいなことをほら言うやん、こういうやつって、アホ目が。まあ、何がうっせとか思ったら本当に死んでやがるんですよ。その時にこの目の前で死んでるのを見ちゃった。で、死んでる、 この姿も落ちた時もですよ。ちょっとなかなかこれがこうグロテスクでですね。柵があるでしょう柵に引っかかっちゃってて死体が。手がこう裂けてるんですよね。柵のあの、とんがったところにやられて、足とかも折れて、こんな感じで亡くなってるビジュアルが。で、ハーパーだからそうやって昇進状態でこの街にね、うわ、泣えるわ、みたいな感じで来て、で、同じ間を男たちに会っていくんですけど。 んーなんか言動がいちいちちょっとハーパーの勘に触るみたいな司祭さんみたいな人とかも「おいや夫が死んだのはあなたのせいかもしれませんよ」とか言ってくる何だななみたな嫌な思いさせられてたのは私の方だけどそんな続くからハーパーは思わず愚痴るわけクソ男どもが男たちに対する嫌悪感をあらわにするわけいよいよそしたら異変もさ ヒートアップしてきてきですよあの家主の男の人がいたと思ったら電気が消えて次また電気ついたと思ったらすっぱだかの男が立ってるしかもそいつなんか血管の模様みたいなのが出てて葉っぱみたいなのをつけてるでタンポポの綿毛みたいなのをふーって吹きかけてくるうわっとペアペアて。<laughs> お前、渡うお前で嫌なこうビジョンも見ていくわけですハーパーは水の中で叫ぶこれは予告編にもありましたねああ <laughs> ってなってるやつもう嫌なビジョンたくさん見るで裸の男がバーって襲ってくるもんですからねもうだから必死でハーパーもあの包丁とかでですよ応戦したりもするんですよそしたら手がプシュって裂けてですね相手のこれ要は夫が死んだ時の手の裂け方と同じ裂け方をする 足の折れ方も、夫と同じ折れ方をしているやつが、カーッて折ってきて。そしたらその裸のやつが今度は、子供に変わるわけですよね。要はあの、町の子供。でも同じ顔してますよ。あの、要は同じ顔ですから、同じ顔の男たちですから。それで何してるかって言ったら、カラスの死体に、その女性の仮面被せて、なんかギコ,ギコ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 して遊んでるんです男 やめえやめえ、そんな遊びやめえ。スイッチ買ってあげるから。思うんだけど、そいつはやるの。ギコギコギ。なんか知らんけど、面白いんじゃないそれが <laughs>。ギコギコギ。まあこれとかも、もうメタファーだらけなんですよね。だからこういうところも。なんかレイプであったりだとか、え、連想させるものが、こっからもこう、どんどん出てくるわけです。この辺が本当に気持ち悪くて、で、いよいよクライマックスですよ。面食らうますよ、本当に。なんてことになってんだっていう。まあ、要はまとり押シカですよ。 もうとんでもない映像出産その裸の要は同じかおおっ迫ってきた男たち男が。 出産するんですけど、ズバーって出てきて、中から何が出てくるかって言ったら、また同じ顔の男が出てきて、そいつがまた迫ってきて、また出産ズバーン。また同じ、中から同じやつが出てくる。バーって出てくる。今度何が出てくるか。やっぱり同じやつ。で、いよいよ口の中から足がメコメコって出てきて、バーンじゃあ何が出てくるんだやっぱり同じ顔。ドゥドゥー。とんでもない、もうこれは。もう口が言うにはやつしですが、とんでもない映像。<laughs> 本当にびっくりしてしまいましたね、あれは。素晴らしいもう戦慄したし、あの、見事ですね、映画のその、あの、ラインとしてね、あの、見え隠れしていた、あの、主張みたいな部分と、非常にこう、うまくマッチングしている、えー、恐ろしい映像っていうところでですね、もうぜひこれはね、見たことない人は見てほしい、もう。あ、あらららら想像だにしないね、あの、ビジュアルは。 たまんないですねもう恐ろしいことになっていくんですがこうやってこう映画全体で見てで同じ顔の男たちとは言いますがじゃあ その顔誰の顔してるかって言ったらハーパーの顔ですよねあれ多分同じ顔の男たちは多分ハーパーの顔なのなんか若干若干細部が違うような気がするけど僕はそう見えましてですねハーパーの顔にだからハーパーがこの街に来て見ていたのはその自分自身というか自分自身とやっぱり対話していた時間っていうのをああいう風に映像として見たら見えていたのかもねっていう風なところなのかなな が想像できたりね自分を縛っていた夫が死んで男性的なものに対する嫌悪感であったり、えー、それから出産の恐怖とかさ、えー、血の呪縛であったりではたまた自己否定とかこういろんなものが内包されたそのビジョンだったのかもしれないですねまあその辺本当にいろいろこう想像ができるのでおのおのぜひね自分の中で自分にとっての 全然答えでもいいこういうのはね何て言うか自分の中で一個ね好きに答えをね作っちゃっていいタイプの映画だと思うのでそう自分の中で何が生まれたかっていうのはとっても大事ですからねぜひ自由に考えを巡らせてもらってですねこう心のね動きを豊かにしてもらった方がね楽しいかなと思うんですけどこう展開していってもらって想像していくのが楽しいわからないことの楽しさってこういうところだよなと。 思わ改めて思わせてくれるとっても素敵な映画なんでねぜひ気になった人は見ていってください見に行ってみてくださいえまたしても後付き失礼します滝波康平人生で一番走った時は妹の結婚式に出てその後親友のセルニンティーズを助けるため走った時かなメロスオッチそういうわけでバイバイさよなら